久しぶりにうちらのカバンの中身を、はい、紹介したいと思います。はい、では早速やっていこうか。じゃあ説明しちゃおう、姉から行こうか。はい、姉から行こうか。じゃあバッグ、うん、はい、私はこのバッグ、最近買ったグッチのバッグです。はい、でこれすごい、今これはショートにしてるから、うん、こうやって持ってて、うん、これ調節できて、こう斜め加減にもできる、うん、ね、そうです、はい、京都の時も姉さんこれでした。そう、これの、そう、財布持ってるぐらいこのなんかデザインが大好きです、うん、はい、これ日本限定だって。あ、ね、言ってたね。はい、じゃあ中身、うん、中身は、まずハンカチ、ハンカチで、あとはこれは除菌スプレーね、スプレーのアルコールのね。あとこれは財布っていうかカードと、カード、うん、ちょっとお金を持ってかなく、カードだけでいいなって時はこのちっちゃいやつで、うん、最近買ったんだけど、これかわいいですのみです。はい、はい、で今日のリップ、あ、久しぶりだね。そう、 3C のちょっとマットタイプのやつと、うん、マックのリボネっていう赤いやつをちょっと混ぜてます今日は、はい、で今日のリップはこういう感じでしょで目薬、うん、大事で、これすっごい場所取るんだよね、うん、ミントこれちょっとミスったね。 でも可愛いもんね、ルックス可愛いもんね、大事、うん、でかいもんね、中もでかい、うん、でもこのミントいいですよ。はい、あ、何食べちゃったんだろう、食べたくなるよね、うん、で、AirPods ね、 AirPods で、まあこれは香水、うんうん、まあ香水はあれですけど、そう、うちもこれ買おうと思って、そう、持ち運んでね、忘れちゃうことが多いんだよね、朝。あ、だからなんか旅行の時にと思ったけど、うん、朝忘れちゃう時にこれ持ってるとすごい、うん、結局とりあえず持っておけばいいやみたいな、ね、そう、で、普通にリップ、リップ、はい、で、クッションファンデ、ファンデーション、ファミのね、そう、アイシャドウとかは持ち歩かないこと多いけど、ちっちゃいバッグの時は、うん、なんか鏡代わりにもなるしね。あ、そう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 、クッションファンデ直しやすいし、うん、で、ハンドクリーム、うん、ぐらいかな、うん、無理、終わり。あ、早っ、まあ、あと鍵とかそうだね。そうよね、うん、もうないですね。オッケー、ないです、オッケーです、この鍵、はい、写します。はい。たまちゃん。はい。じゃあみーね。うん。これ本当に最近マジで買って、マジ買って、マジ買って、マジ買って。ザラです。これ本当に革で、本当に革の言ったけどね。うん、そう、安くなってたからセールで買いました。でこれも声もこうやってできるし、え、調節できるんですね。うん、できないけど調節できないんだ。でも。この絵からこうやって行ったから、うんうん、どっちでも行ける、ね、ちょうどいい長さなんですね、うん、はい、では行きましょう。オープン。あ、そうやって開けるのね。あ、イエス、イエス、じゃあ、お、イエス、はい、あ、はい、最近買いました、え、なんだっけ、ギャルソン、ギャルソンの
財布が出てこなかった。そっちがね、はい、でこれがあのパスケースなんですけど、カープのね、これはあの幼馴染の家族がカープ好きだからってくれました。かわいいでもね。ね、かわいいよね。かわいい。はい。じゃあ、はい。で、カメラ。まあ、カメラはマジ持ち歩かない日も多いんだけど、うん、こういう大きいカメラ余裕あったら、うん、とりあえず入れておくことにしました、今年。今年。あ、はい、そうなんだ。結構ね、結構最近の。最近の、最近のルーティンですね。そう、うん、新しいルーティン、うん。はい。で、最後だけど。これかわいいですよ、ね。そう、はい。ポーチ、クマです。これ、玉木最近買って、ほら、これを見せたいだけの時あったよね。見せたいだけの習慣みたいな。あった。ありました。見て。私も、ね、ウェットティッシュと、うん、あ、これ、あ、そう、私が、あ、補充しますね、じゃあ。あ、あの、こバカになったからさ。あ、そっか、じゃあこれ、もう交換するわ。マジ？うん、うちまだあるから。本当に？そう、いいよ。じゃあ、これと、いただいたけど。これの、あの、そう。今日のリップが、まあ、あのクリアのねマットなんとか、うん、ピンク系でなんかうちめっちゃ入ってるわ。あ、でこれが普通のリップ、ニベアの韓国ので、うん、とりあえずリップをなんこんな感じで、うん、すごい絶対に、まあ、使える色を、うんうんうん、ぶちこん、まあ、分かる分かる分かる。うちももっと大きい車じゃないわカバン的にカバン的にもっと大きいカバン的はポーチめっちゃ大きいからだよねぶち込んでるよ。大体何でもあるからね。ハンドクリーム、うん、あ、絆創膏巻いてたね、うん、ぐらいですかね、うん、あとビタミンね、うん、が必要な、はい、以上です。あんまり入れないよね、カバンの中。極力、うん、あんまり。私はそうだね、あのシンプル、うん、シンプルにで、まあ後で後悔することもあるんですけど、うん、あの持ってくる方みたいなこともありつつ、それも人生です。はい、まとめ方がえぐいけど本当にいいと思う。はい、こんな感じで、こんな感じで、あのお出かけ用のちっちゃいバッグの時の私たちのカバンです。カバンですね、うん、本当に中身です。はい、最新版ですが、もし参考になればっていうか、うん、あ、こんな感じなんだって見ていただけたら嬉しいですね、うんうん、はい、はい、なんで皆さん今年は良い1年にしましょう。今年も、うんうん、なんかいろいろ大変ですけど、うん、大変ですけど、はい、ね、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。